今空あかねさんのネットゲ千家キンドル版を、えー、予約しようと思います。えー、参議院議員の浜田聡司でございます、えー。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、ただいま、令和6年の2月18日日曜日、えー、時間が0時30分を過ぎたところでございます。はい、今ですね、アマゾンのページを出しております。ネットゲ千家キンドル版でございます、えー。今ですね、こちらに関しては、まあ、インターネット上、SNS 上でですね、もう非常に話題になっております。まあ大変なことがね、まあ 残っているからでございます。 えまあ何が大変なのかというのはですね、まあ、後々簡単にですねあの解説させてもらおうと思いますが、えー、まずですね、このネットゲ戦記がどういうものかというもので、えー、ちょっと中にある内容をそのまま読み上げようと思います。えー、一般人男性が最高裁で6億円勝ち取るまで、えー、序文よりネットゲ戦記、または私はいかにして高校中退して伝説のネットゲーマーとなり、ゲームクリエイターになってベンチャー会社を立ち上げたら裏切られて死にかけて7 7年かけて逆襲し、6億円をゲットしたかという、まあ、そういう物語でございます。まあ、私の認識では、ね、あのこのネットゲセンはですね、えーまあ、インターネット上で数年前から、ねまあ、公表されていたというものですが、まあ、今回ね、まあ、改めてといいますか、あのまあ、書籍化されたということで、えー、ございます。 なんですが、まあ、このね、あの、発売に至るに直前になってですね、もう結構大変なことがまあ起こっているというわけでございます。えー、ちょっとね、あの、ひまそらさんの、まあ、ご自身のですね、あの、X 上のまあポストをですね、紹介、読み上げたいと思います。えー、こちらなんですけれど、まずね、あの時刻、時刻をまあ注目したいと思います。えー、2, 月あ2月16日のまあ午後、 2時46分ですね、えー。午後3時の前にであります。はい。 えー、ということで、はい。本日この後、アニメートよりネットゲ選択の予約打ち切り、店頭販売中止の予告が出るそうです。えー、理由は口止めされてますが、俺の責任で言います。えー、この発言の件で罰を受ける人がいるなら、俺の責任です。えー、弁護団もナルクも角川もアニメートも関係ありません。あ、角川ね。角川は、まあ、あの、出版社になりますね。ネットゲ選択の。はい。えー、理由はアニメートに、えー、ひまそろあかねの本を 販売するなら、共和に事件を起こしてやるとの脅迫が届いたからで、そうです。はい。というわけで、まあ、ひとまずね、あの、ここまで紹介したいと思います。で、まあ、この、日にですね、まあ、同じ日にですね、あの、ティマソラ・アカさんがですね、まあ、書類送検されたっていうですね、あの、報道がですね、まあ、一斉に出るわけなんですね。まあ、ちょっとね、あの、この、 な,なんつうのかね、まあ、このタイミングといいますか、まあ、マスコミにとってはですね、ひまそらあかねさん、えーまあ、ある意味ね、あのまあ、目の上を単行ぶどころの話じゃないのかもしれませんけど、とにかくね、もうマスコミにとってはもう敵視の対象であるわけですが、ねあのまあ、書類送検されたと、 ということをですね、まあ、この日に報じることで、まあ、それによって、ネトゲ戦記が中止になったみたいなねあの印象操作をねあの植え付けることがまあ目的なんじゃないかなというのはね、な,な,なんとなくねあの感じられるところでございます。で、えー、こちらなんですね、はい。 まあ、これ、毎日新聞のね、あの、記事なんですけれど、うん、まあ、とりあえず、書類送検、うんぬんかんぬんなんですけど、まあ、書類送検、まあ、だけでですね、ちょっと大、大々的にちょっと報じる意味があるのかなっていう感じはするんですけど、まあ、しかし、しかもですね、これ、パトカーのマークを、まあ、つけて、うん、ちょっと、すごい印象操作の、な,な感じはね、もう、拭えないですよね。で、まあ、この、 まあ一連の流れに関しては、ですねもう茶漬けさんという方がですね、まあ、すごくよくまとめていると思いますので、概要欄の方に、ですねこの茶漬けさんのツイートのリンクを、ね、貼っておきますので、まあ、時系列でですねあの解説されておりますので、またあの興味ある方はですねあのぜひ追っていただければと思います。ということで、こちらですね、はい、ネトゲ戦記の方。はい、えー Kindle Kindle kind 版ですね。はい。予約をしたいと思います。はい。えー、このタイトルは2月21日に Kindle に自動配信されますということで、えー、とのことです。ということで、はい。えー、クリックをしましたね。ということで、はい。えー、ということで、まあ、とりあえずね、あの、 クリックしましたので、まあ、2月21日にね、アマゾンキンドルでまあ読むことができるということで、えー、お伝えをさせていただきます。ということで、まあ、ちょっとね、あの本日の動画はまあ短いですが、まあ、このあたりに留めたいと思います。ということで、まあ、ちょっとね、あの一部私の郵便番号がまあ出ておりますが、まあ、これは <laughs>、はいはい。えー 議員会館の郵便番号、あ、議員宿舎のね、あの、議員、まあ、番号となります。はい。えー、というわけでですね、まあ、いろいろとね、まあ、大変ではありますが、まあ、私はですね、まあ、ひまそらさんに関しては、まあ、応援をするということで、まあ、こういうね、あの、いわゆの方をさせていただいたということでございます。え、いろいろとね、あの、この件に関しては、ね、ご意見ある方もいると思いますので、えー、コメント欄、えー、 コメントいただけたらと思います。というわけで、えー、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。